マリー・ヘイト・ビヒ・アウグス・テフォン・プファルツズルツバッハは、ドイツのプファルツズルツバッハ家の皇女。前方オーストリア大公、チロル州公ジギスムント・フランツの妻、ついで、ザクセン・ダウエンブルク公ユリウス・フランツの妻となった。プファルツズルツバッハ公クリスティアン・アウグストとその妻で、ナッシャウ・ジーゲン・ハクヨハン7世の娘である、アマーリエの間の長女として生まれた。 1665年7月3日に、チロル修行のジギスムント、フランツ大公と大結婚式を挙げたが、ジギスムントはそのわずか3週間後の7月25日に、休止し、夫の住むインスブルックへと向かう途中だった、ヘイトビヒトは一度も顔を合わせないまま死別した。1668年4月9日に、ズルズバッハにおいて、ザクセンラウエンブルク公をユリウスフランツと再婚した。 ヘイトビヒの父クリスティアン公は、ズルツバッハの小教区制堂内に、娘の二度目の婚礼の記念碑を設置している。ヘイトビヒは、最初の婚姻契約によれば、全プジギスムントフランツの実家ハプスブルク家から2万、グルデンの年金を支給されることになっていたため、ユリウス・フランツは、妻が受け取っていない年金の支払いを、新生ローマ皇帝レオポルト一世のウィーン宮廷に要求した。 この競争は結局は時短に終わり、ヘイトビヒは1年分の年金を受け取るに止まった。ヘイトビヒの以外は、ラウエンブルク公爵家の所領であったシュラッケンベルトの白い城官内の納骨堂に収められている。2番目の夫との間に3人の娘を設けた。ゲオルク・ヘーガー、ゲオルク・リル、ベザーク・セムット・サルズバック、バンド19、オルデンボーグ・ウィスンスチャルファツバーラグ、1982、 S94 ありがとうございます。